今こそ野球に真摯に向き合うべき。2021年シーズンオフ、日本プロ野球ファンの間に聞き慣れない言葉が飛び交いました。日ハムが当時の主力3選手に通告したノンテンダーです。 FA 権を所有した3選手と保留手続きを行わず自由契約として放出。ノンテンダーは FA 権所有選手に対する戦力外通告という意見も飛び交い、ファンや有識者の間でも物議を醸しました。3選手は日ハムを退団し、それぞれ新天地でプレーを続けましたが、日ハムがノンテンダーを行った判断の結果が徐々に見られてきています。ノンテンダー。2021年オフに日ハムは当時主力選手であった西川遥輝、秋吉亮、太田大志の3選手に対し2022年度の契約を提示せず、野球協約第66条の保留手続きを行わないことになったと発表しました。これまでチームの中心を担っていた選手と次年度の契約を結ばないことは日本プロ野球ではほとんど事例がなく、日ハムファンを中心に衝撃が走ります。日ハムの GM である稲葉篤紀はこの発表に際しこのようにコメント。選手が取得した権利を尊重しノンテンダーとすることを選択しました。このノンテンダーとはメジャーリーグで用いられる用語で、球団が来季の契約を提示せず市場に放出することを指します。主に選手との契約がコストに見合わなくなった際に用いられる手法です。西川をはじめとする3選手は当時 FA 権を所有していました。日本プロ野球において FA 権を行使した選手を獲得した場合、獲得球団は全所有球団に対し人的保障や金銭保障などを行う必要があります。仮に FA 権を行使した場合、西川は A ランク、太田と秋吉は B ランク選手と見られていました。 FA 市場で3選手のいずれかを獲得した場合、獲得球団は日ハムに対しそれなりの保証が必要で、契約がまとまりにくい可能性もありました。日ハムとしては仮に FA で流出した場合でも人的もしくは金銭保証が受け取れるため、一見すると FA 市場に放出した方がいいように見えます。しかし日ハムフロントは FA 市場に放出しても他球団からのオファーは来ないと判断したのでしょう。そこで早い段階で来季の契約を結ばず自由契約にした方が球団にとってメリットがあると判断したと考えられます。つまり3選手に対しては戦力外通告をソフトにした形で告げたのです。日ハムの3選手に対するノンテンダーは当時大きな話題を呼びました。チームの中心選手の放出だっただけにファンの声は様々です。かなりショック、結構衝撃的なんだけど、西川遥輝なんて争奪戦だろ、阪神に西川来たら 1,2,3 番で盗塁100個いけるな、巨人秋吉だけはマジで取りに行かないと、秋吉ヤクルトに戻ってこい、太田大志は西武に欲しいな、など SNS 上で争奪戦が予想され、新天地での活躍が期待されました。他球団との交渉が解禁された3選手ですが、西川は楽天への入団が決定、太田も DeNA への入団が決まります。しかし残る秋吉は怪我もあってかオファーがなく、日本ハムとの再契約もまとまらないまま独立リーグ日本海オセアンリーグの福井へ移籍することになりました。そして秋吉は2022年7月にソフトバンクが獲得したことで NPB に復帰します。しかしこの一連の流れについて多くのファンが日ハムに対してこのように批判しました。ノンテンダーという聞こえのいい言葉を使って主力選手を自由契約にすることに対する批判を交わしたかっただけなのではないか。日ハムは選手年俸やコスト意識に厳しい球団で、一定以上の年俸になると他球団に放出することが過去にもありました。今回もチームを支えたベテランをコスト面との兼ね合いから退団させたのではないかと批判が続出します。一方新天地での活躍が期待される3選手ですが、楽天に移籍した西川は日ハム時代ほどの活躍はできていないのです。西川の現状。西川は2010年ドラフト2位で日ハムに入団した外野手、卓越した選球眼で2014年からは4年連続で60個以上の四球を記録しました。さらに 50m 走5秒8の俊足を持ち、一定の長打力も兼ね備えていることから併殺打が少ない選手です。2016年には規定打席到達者でのシーズン併殺打なしを記録しています。
日ハム時代には4度の盗塁王にも輝いており、リードオフマンとしてチームを牽引しました。打撃、走塁だけでなく守備面でも4年連続でゴールデングラブ賞を獲得したほどの名手です。プレー面だけでなく端正な顔立ちから女性人気が高く、ハルキストと呼ばれる熱狂的なファンも多く存在。まさに実力人気ともに日ハムの中心選手でした。しかし日ハム最終年となった2021年は130試合出場で打率2割3分3厘3本塁打35打点と不本意な成績に終わります。年俸も2億4000万円と高額だったため、同じ外野陣で万波中正、磯畑亮太ら若手が台頭している背景もあり、ノンテンダーの対象選手となりました。楽天に入団した西川は開幕直後から存在感を見せつけます。3、4月度の月間 MVP を受賞し、新天地での活躍を大いに期待させました。しかし5月以降は極度の打撃不振に陥り、スタメンを外れることも増えます。最終的に108試合の出場で打率2割1分8厘7本塁打37打点と結果を残せませんでした。巻き返しを図りたい2023年ですが、8月15日現在、西川は35試合の出場にとどまり、打率1割8分1厘1本塁打4打点と控えに甘んじています。西川の弱点として挙げられるのが気分屋であることです。楽天に移籍した当初は見返したい気持ちも強く、素晴らしい活躍を見せていました。しかしそのモチベーションが長続きせず、2022年の5月以降は成績が低下します。2022年8月4日のロッテ戦では西川は懲罰交代を受けました。楽天10点リードの5回ワンアウトでロッテ岡が放った打球が左中間を抜けます。そしてレフトを守る西川が打球を追う際にもたつき三塁打となりました。続くアデイニー・エチェバリアの犠牲フライで楽天は1点を失います。直後の5回、ノーアウト1塁で打席へ向かう西川に代わり代打が送られました。この試合で監督代行を務めた牧師安永は西川交代に対しこのようにコメントしました。ハルキのあのプレーで1点は取られましたけど、あれがなければ0点ですからね。フェンスにぶつかってどこか痛いかもわからんけど、あんな追い方されると見てる方も気分悪くなるので変えました。大量リードをしている場面とはいえ、気の緩んだプレーをした西川の怠慢には厳しい声が上がります。日ハム OB の岩本勉も西川の素行に対し苦言を呈しました。西川はチームの中心選手でビジュアルもいいことから、テレビやネット配信などで映される場面が多い選手です。そのような環境の中、ベンチで足を組んでふんぞり返っている場面や、先輩コーチなどを冷たくあしらう場面が映し出されると、西川自身に悪影響であると岩本は指摘します。西川はこれまで日ハムの中心選手として優等生タイプではなく、お山の大将としてチームを牽引してきました。自分の気持ちが態度に出る場面も多く、目上の人であろうと冷たく接することもあったといいます。岩本は西川を評価しているからこそ態度を改め、野球に真摯に向き合うべきであると訴えました。真摯に打ち込むことでかつての輝きを取り戻すきっかけになるでしょう。新天地の楽天でもがく西川ですが、他にノンテンダーとなった太田、秋吉の現状はどうなのでしょうか。ノンテンダーは正解？西川と同時期にノンテンダーとなった太田は DeNA に入団しました。日ハム所属最終年は1億3000万の年俸も5000万円大幅にダウンしての入団となります。ノンテンダーという扱いが選手自身の評価を下げ、結果として年俸ダウンとなったのかもしれません。しかし太田は DeNA への入団会見でノンテンダーについてこのように語りました。選手は完全に契約の社会にいるので、球団から自由契約と言われたらこれは受け入れるしかないので、そういった意味では何も思わないですね。 DeNA も太田に対し、仮に FA 権を行使したとしても獲得に動いたとラブコールを送っての獲得となりました。三拍子が揃った身体能力の高い太田が加わることで攻撃のバリエーションが増えることを期待したといいます。太田もその期待に応えるように、移籍初年度となる2022年は62試合の出場にとどまりながらも打率2割7分8厘5本塁打と奮闘しました。2023年は8月15日現在で51試合に出場、
打率2割1分2厘、本塁打3と物足りない数字ながらもチームを鼓舞するため全力で盛り上げます。同僚の牧秀悟は太田のチーム貢献についてこのように話しました。いやもう本当太田さんはすごいんですよ。試合に出られなかったりする中で、あれだけキャリアの長い人がベンチで真っ先に声をかけてくれますし、一番盛り上げてくれるんです。本当に頼りになりますよね。2023年の成績だけを見ると勝利に貢献しているとは言い難い太田ですが、プレー以外での面でチームに貢献する姿を首脳陣は評価するでしょう。一方秋吉は苦難の道を歩みました。日ハムからノンテンダーとなった後、他球団と交渉を進めますが、まとまることはなく独立リーグに移籍します。日本海オセアンリーグの福井ネクサスエレファンツと契約し、日本プロ野球へアピールを続けました。そして2022年7月にソフトバンクから声がかかり、日本プロ野球に復帰。しかしソフトバンクでは思うような活躍ができませんでした。8月3日の日ハム戦では8回に移籍後初登板を迎えますが、古巣の清宮幸太郎にツーランを被弾。わずか2試合の登板にとどまり、防御率 13.50 に終わります。2022年末には独立リーグで選手兼投手コーチに復帰することを自身の SNS で発表。リーグに新加入する千葉スカイセイラーズに入団しました。西川、太田、秋吉ともに新天地で日ハム時代の成績を上回るような活躍はできていないようです。ノンテンダーはファンから批判的な反応がありましたが、日ハムとしては正解だったのかもしれません。最後までご視聴いただきありがとうございました。今後も野球動画をどんどん出していきます。いいねやチャンネル登録、コメントをしていただけると明日への活力になりますので、よろしくお願いいたします。